こんにちは、大谷陽子です。最近 YouTube 何本か動画をアップしているんですけれども、やっとこう使い方が分かってきたので、本来やりたかった企画にちょっと挑戦していきたいなと思っております。最近こう自転車女子ってかなり増えてきましたよね。私が始めた頃ってもう9年ぐらい前なんですけれど、その頃ってこうどこのイベントに行っても若い女の子がいなくて、ちょっと寂しい思いをした記憶があります。今はどのイベントに行っても結構若い女の子とか、まあ、自転車始めたばっかりなんですっていう活発な女性がとっても多くて嬉しいなと思っています。で、その反面やっぱりこう自転車って男性でやってらっしゃる方がすごく多いので、こう女性ならではの悩みだったりとか、まあ、男性とまあ力も体つきも違いますよね。そういったところでちょっとわからないとかついていけないっていうところで、なんかこう気になること、わからないことがいっぱいあって、私と会う時にすごくたくさん質問してくださる女性というのがいらっしゃいます。で、その度にこう質問にこうお答えしているんですけれども、やっぱりどの女性もこう女性に聞かないとわからないって思っている悩みをいっぱい抱えているんだなというふうに日々感じております。先日ツイッターの投稿を見ていたら、高校生の女の子が、ロードバイク始めたそうなんですけれども、その子がビンディングシューズデビューしましたって書いてたんですね。でよかったなと思って見ていたら、こけますってこけて頑張りますみたいなことが書いてあって、と思ったんですね。ビンディング履いたら何回も何回もこけないと乗れるようにならない。で、そんなことじゃなくって、ビンディングってペダルの方でちょっと調整したりとか、こう乗り方も練習する方法があるんですね。むやみにこける必要はなくて、で冗談で書いてるのかもしれないから余計なお世話かなと思いつつ、ビンディングってペダルの方を調整したりとかできますので、そういう風にやって転ばないように練習してくださいねって書いたら、割とあ、そうなんですか、ありがとうございますっていう風に書いていて、あ、これはどうも知らないっていうことが原因で、こう頑張らなくちゃいけないというか、まあ無茶をしないとロードバイクって乗れるようにならないって感じてらっしゃる方もいるのかなというふうにちょっと思いました。で、私自身も自転車の経験が、それなりに積んでおりますので、そういった初心者の自転車女子を対象に、自転車の経験をそこそこ積んできた、先輩サイクリスト、先輩の女性サイクリストとして、こうアドバイスができるような動画というのをちょっとアップしていきたいなと思っております。本当に基本の木から、当たり前って普通の方は思うようなことも、意外となんとなくとか分からずにやっていることも多いと思うので、簡単なところから、説明をしていきたいなと思っております。はい、ということでよろしくお願いします。はい、では第1回は、クリートとシューズの選び方についてご紹介していきたいと思っております。ロードバイクなんですけれども、基本的には買う時に、ペダルですね、このペダルがついてません。このついていない状態で、完成車といっていろいろパーツがついているものも販売されています。で、お店によってはサービスで最初に普通のママチャリみたいなフラットペダルというのがついていたりはするんですが、基本的にはこのペダルというのは乗り方に合わせて選んで別途で購入するものになります。で、どういうことかというと、ママチャリって、ペダルと靴、こうやって踏んで乗りますよね。それに対して、ロードバイクとか、スポーツバイクというものは専用のペダルで、このペダルと靴をクリートという真ん中のパーツでくっつけることができます。えい、ちょっと入らないけど、カチャッとはめることができます。そうすることで靴が滑ったりとか、あとは回しているときにふわっと浮いてしまったりとか、そういったことがなく、効率的にパワーをぎゅーっと伝えて足を回していくことができるんですね。で、これはパワーをぎゅっと出すっていうことがしやすいっていうメリットもあるし、滑らないので長時間ペダルを踏んで足を回して、ロングライド、サイクリングするときにも、やっぱりペダルとシューズっていうのはくっついている方がとても楽です。なので
ペダルというのは、皆さんの乗り方に合わせて選んでいくことになります。ただ一番最初からそんな足と、靴とペダルがいきなりくっついてしまったら怖いですよね。ロードバイクってタイヤも細いし、最初の乗り出しの時はいやいや慣れた普通の靴で乗りたいなって思うのが自然だと思います。なので、今日はどんなシューズがあって、どんな風に変えていったらいいよっていうことをちょっと説明していきたいなと思っております。まず一番最初スタンダードなものとしてはスニーカー、運動靴が一番いいかなと思いますが、こういったもので乗るという選択肢があります。で、これで乗る場合はフラットペダル、普通のタイヤ、ごめんなさい、普通のペダルですね、ママチャリの時のようなペダルだったりとか、あとは専用のでもあるんですけれども、ちょっと幅が広い、こうカチッとはめるタイプじゃないものになります。で、慣れてきた時に、よくビンディングデビューとか、クリートシューズなんていう言い方をする場合は大きく分けて2種類あります。1つ目が SPD ペダルというものです。シマノから出ている SPD という、クリートなんですけれども、ちょっとごめんなさい、汚いんですけど、こういうものになりますね。よいしょ、見えるかな。この小さい金具なんですが、ここをカチッとはめて、ペダルとこう足をくっつけるというものになります。で、これは、メリットとしては、着脱がかなり楽です。慣れてくればもう一つの方が楽なんですけれど、かなり楽です。で、あとは、泥噛んだりとかしづらいので、マウンテンバイクだったりとかシクロクロスの選手がよく使っています。こう土ですね、オフロード系の競技。あとは一般の方でも使ってらっしゃる方多くいらっしゃいます。メリットとしてはこの SPD のクリートってちっちゃいんですね。なので横にした時にシューズの底からこの金具が出てないんです。なのでこのままテクテク歩くことができます。皆さんでロングライド行かれて目的地でちょっとお散歩したいなとか、なんかお店に入ることの方が多いんだよななんていう方はこういったシューズの方がそういう意味では使い勝手がいいのでおすすめです。はい。で、もう一個はシマノっていうそのメーカーさんのだと SPD-SL って言い方をしたりするんですけれども、ロードバイクで一般的にビンディングデビューって言ったらこっちになります。ごめんなさい、これボロボロなんですけれども、ボロボロじゃないやつあるかな、これです。 SPD-SL というものになります。こっちのビンディングのこのクリートの特徴としては面が大きくて、しっかりとした安定したキャッチと踏み心地ですね。パワーがしっかりと効率的に伝えられると言われています。はい。ただ、こっちのちっちゃい方でも、富士ヒルクライムっていう有名な山登るレースがあるんですが、それで1時間11分を出している知り合いもいますし、基本的にはこっちでもそんなに困らないですね。ただ本格的に乗る場合は、こっちの方が角度だったりとか、あとは前後の位置の調整もかなり効きますので、おすすめかなと思います。で、このクリートなんですがいろんなメーカーさんから出ています。で、どういう基準で選ぶのかといいますと、このペダルとセットになってきます。これの場合はシマノというメーカーが出しているクリートなので、これをつけている場合はこのペダルはシマノというメーカーのものを選ばないといけません。他にもタイムとか、あとはキャンディーみたいな形をしたスピードプレイっていうものだったりとかあって、そのペダルとこのクリートっていうのは同じメーカーで合わせないとはめることができません。なので一般的にはまずはフラットペダルでスニーカーで練習をして、で、その後に乗り方に応じてこの SPD-SL を使ったりとか、もしくはこのシマノだったりとかの SPD-SL とか、普通のビンディングペダルっていうものですね、これを使う場合が多くあります。ただ足を固定しなくてもいいんだけどっていう方ももちろんいらっしゃいますよね。それはそれでもちろん OK です。で、スニーカーで
乗り続けるという方も多くいらっしゃいます。全然問題ないです。ただ、スニーカーってちょっと弱点がありまして、滑るんですよね。こうランニングシューズで多少グリップが効くとはいえども、やっぱり自転車のこうペダルをギュッと踏んでいると、例えば雨とかでちょっと濡れてたりするとなんか滑る感じがして怖くて踏めないとか、足が疲れてくるとちょっとハの字に広がってしまったりとかして、こう体が疲れやすくなるなんてこともあります。そういう方にはこういうシューズもあります。これは、リブという、ジャイアントという、自転車のメーカーさんが出しているこう女性のラインになるんですけれども、このリブは、パッと見ちょっとさっきのこうビンディングシューズっぽいんですけれども、裏がゴム仕様なんですね。あのビンディングのクリートとかははめられません。これは、スニーカーのようにフラットペダル専用で使える自転車用のシューズになります。で、何が違うのかと言いますと、ちょっと裏違いが見えるかな、どうでしょう。普通のスニーカーもゴムでしっかりとグリップ効くようになっているんですけれども、さらにしっかりと効くようになっていて、ペダルとの噛み込みがとてもいいんですね。なのでこのシューズだと多少滑るっていうことがあっても、こっちのシューズだとかなり滑りません。私の場合だと、ホビーのロングライドだったら、1日60キロぐらいだったら全然このシューズで問題ないですね。ただ全力で踏むとかすんごい力をかけるってなったら、もちろんちょっと動くかもって思うことはあるんですけれども、基本的に、楽しくロングライドしたいな、でビンディングまではいらないかなという方は、こういったシューズもあるんだよということを、選択肢に入れていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、今回の、シューズとペダルの選び方のお話でした。先輩も女性サイクリストとして、話したことですが、参考にしていただければ幸いです。以上、もしこの動画いいなと思ったら、ぜひチャンネル登録をしていただけると、私も励みになりますので、第2弾、第3弾、第4弾と、続けていきたいなと思っております。では今日のところはおしまいです。ありがとうございました。